北太予駅は、愛媛県伊予郡正木町神崎にある、四国旅客鉄道予算線の駅である。駅番号は、幽霊2。本項目では、日本貨物鉄道の松山貨物駅についても記述する。かつては当駅付近で分岐し、高知方面へとつなぐ路線が構想されたこともあった、相対式ホーム2面3線を有する地上駅で、駅舎はあるが無人駅である。松山運転所が、 南洋駅付近へ移転されることに伴い、行き違い設備増強として3番線の復活が計画され、2015年度に増設工事が完了した。各ホーム間を連絡する、古線橋が設置されている。駅舎側の線路が本線となっており、停車列車も含めて上下線とも行き違いがない場合は、基本的に1番乗り場を通行する。2番乗り場と3番線は、島式ホームである。 松山貨物駅は愛媛県伊予市場三国にある JR 貨物の貨物駅である。松山駅周辺鉄道高架事業により松山運転所とともに松山駅から移転、新設された。地理的には北洋駅から直線距離で南西に約 1.5km ほど離れているが営業キロは北洋駅と同一に設定されている。なお付近には JR 四国の旅客駅として南伊予駅が設けられている。松山運転所に隣接して貨物1から3番線の3本の線路と13両対応のコンテナホームが設けられている。着発線は松山運転所と共有しており、この着発線から当駅の貨物1から3番線が分岐している。構内は電化されており、河川下着発線に役を行う。 貨物2番線がコンテナホームに接する二役線となっており、貨物1番線は木回しに使用される。この木回し作業は JR 四国に委託されている。校内の信号扱い、進路制御も松山運転所の信号国書で一括して行われる。2020年3月14日、改正ダイヤでは5時3分に20時30分発の 一往復の高速貨物列車が設定されている。この列車の伊予西条駅当駅間の運転業務も JR 四国に委託されている。駅前には伊予鉄バスのバス停がある。ありがとうございます。